これから収まるところです。ジュジュジューン収まって係りが離れます。スタートしました。さあまずは正面スタンド前先行争いです。まずうち勢いがついてすっとポンテにをしかしこれを制して上がっていった6番のレイブスリアリーズ。さらに外からは9番の幸せの足音前の位置。 その外に並びかけようという16番のシャンデルナゴルトさあ先端4頭が広がる形ですその後ですが2番のバトーボヌールが現在5、6番手外からは報酬おるきなポジションを上げてあと14番の EV、11番のボールドロイ固まっていますさあ馬群の中から8番のカズキスッと後位の一角に進出を開始1コーナーをこれからカーブしていきますさあ先手を奪ったのは4番のポンテニオです 4番のポンテニオが逃げる展開リードは1馬身半2番手の16番のレーブス・エリアリーズがつけて2コーナーですそしてその後方3頭固まってバトー・ボヌール16番シャンデル・ナガの間にいるのが8番のカズキその後方からは3番のノエマが追走外にはホ章ショウルキナ直後ですがゼッケン9番幸せの足音これに接近するミツルスピードさらには14番の EV、あとは下がりましたボールドロイが間から行っていますそして内から12番のウィン・リュクス外は13番モズマスターピース後方から外に7番のホペロワがつけてい これを17番のペネトレイト号をかわしていきます内にコースを取った5番の日本ピロシーガーそしてその後に10番のオフィスバトルが追走後方から2投目一番後ろから運ぶ18番ジュジュジューン各馬これから3コーナーカーブしていくところです先手を奪っているのは4番のポンテニオポンテニオが先頭ですしかしリードが4分の3馬身となってまいりましたそして2番手の位置にはゼッケン6番をつけましたレーブセリアリーズがつけまして34コーナー中間3番手に16番のシャンデルナゴロをつけました600切りました 葉月が追走、現在4番手、そして外からスーっとさあ ホールキナがポジションを上げてまいりました。そして外、マクリオに上がっていった13番のモズマスターピース。第4コーナーカーブから直線に向かいました。先頭は4番のポンテニオ。ポンテニオがわずかに先頭です。そして2番手集団がずらっと広がった中、間をついた16番のシャンデル・ナゴルが今、単独の2番手に上がって前を追っています。さらにその後の3番手集団、内からは14番の EV もよく足を伸ばしてくる。オーストをつきましてはグイグイと。さあ、11番、ジャッケン17番をつきました。ペネトレイトゴーが4番のポンテニオに接近するがポンテニオ。 最後外から17番のペネトレイトゴーよく足を伸ばしておりましたが内4番のポンテニオ最後は押し切っております。